イアン・ペイズリーは、イギリスの牧師、政治家、元北アイルランド自治政府首相、民主連合党創設者、アルスター自由長老派協会創始者、北アイルランドのプロテスタント及びユニオニストの中心人物の一人だった。男性、バプティスト教会牧師の家に生まれた。1946年、父親により除任された。北アイルランドは、 アイルランドの独立に従わず、イギリスの支配に止まっていた。アイルランド島住民の主流派は、アイルランド人、カトリックだが、北アイルランドは、ブリテン島より植民した、イングランド系、スコットランド系、プロテスタントが、イギリスの牽政を背景に有力であった。北、アイルランドがイギリスに止まったのはそのためだが、アイルランドとの紛争は絶えず、内部においては、ユニオニスト政党である。 アルスター連合党支配のもと、抑圧されたカトリック系住民の不満が高まっていた。ペイズリーは1951年にアルスター自由長老派教会を創始し、聖書直解主義、教会一致運動、反カトリック、反同性愛を掲げた。ローマ教皇を反キリスト、ローマの罪人とたびたび非難し、1988年には欧州議会で、 教皇ヨハネパウロ2世の演説を妨害し、教皇ヨハネパウロ2世へ反キリストと掲げたポスターを広げてみせたために、議場から退席させられたこともあった。ペイズリーは1950年代後半から、強硬なユニオニストロイヤリストとして活動するようになった。1956年、アルスタープロテスタントアクションの結成に参加。アイルランド国防軍に対抗した自警団だが、 1959年6月、ペイズリーは、ウパの集会で、カトリック住民の住所を名指しした。その結果、住居や商店が暴徒化したウパ関係者によって略奪され、ペイズリーは有罪判決を受けた。1964年より、カトリック系住民による公民権運動が起きると、ペイズリーは徹底した弾圧を主張した。 1966年、ノエル・ド・ハーティーと共に、アルスター防衛委員会と、その準軍組織である、アルスタープロテスタント義勇軍を結成した。ユージドック・アフは、同時期に結成されたアルスター義勇軍と人的にも、重なりが大きかったが、同年、部府がテロ事件により結社禁止されると、ペイズリーは、無関係と主張した。ペイズリーはその後も、反カトリック暴動や襲撃を繰り返し、 何度も逮捕された。1970年のイギリス総選挙で、アルスター連合党公認で立候補し、初当選。1971年9月30日、デズモンド・ボアールと共に、民主連合党を決闘した。北アイルランド紛争が長期化した結果、1900、ペイズリーは1973年のサニングデール、協定に強行に反対して、失敗に終わらせ、 1985年のアングロアイリッシュ協定も強く非難した。演説でのネバー、ネバー、ネバーの決まり文句からドクター・ノーの異名もあった。この間、1979年6月に欧州議会選挙で初当選した。1998年のベルハスト合意にもナショナリストで IRA 暫定派と関係の深いシンフェイン等が 合意に加わったことに抗議して反対した。こうしたことから民主連合党はベリファスト合意に加わったアルスター連合党に代わって強硬なユニオニストの支持を集めた。2006年10月のセントアンドリューズ合意にようやく応じた。ペイズリーは再建された北アイルランド自治政府首相にシンフェイン党のマーティン・マクギネスが副首相になった。長く敵対していた両者が表だった。 協力関係を結んだことは、画期的だった。2008年2月には、北、アイルランドを訪問した、アイルランド首相のアファーンと会談した。2008年1月、アルスター自由長老派協会議長を辞職した。3月4日、北アイルランド自治政府首相の辞職を明らかにしたが、これは民主連合党内の圧力を受けたものだった。 公認の自治政府首相は民主連合党のピーター・ロビンソン。2010年のイギリス総選挙に立候補せず、政界引退。このヤンペ・ペイズリー・ジュニアが代わって初当選した。2014年9月12日、死去した。ありがとうございます。